皆さんこんにちは。とうとうマイクラ PE バージョン 1.0.5 がリリースされました。このバージョンでは、待望のコマンドブロックに対応しています。試しにコマンドブロックをちょっと使用してみましょう。ちなみに、1.0.5 でパワーレンジャーのスキンが追加されたので、早速適用してみました。それでは行ってみましょう。コマンドブロックはコマンドでゲットする必要があります。ギブ、アット P、コマンドブロック、と打ってください。スロットルに追加されていますね。せっかくなので、矢を降らすように設定してみましょう。ひとまず、このように打ってください。矢が出てきましたが、これだと降ってくる感じがしないですよね。そこで、さっきのスモンコマンドに座標を設定してみます。このように打ってください。これで現在位置の座標がわかります。画面左上に座標が出てきますね。座標は X、Y、Z の順で表示されます。この数字をさっき打ったコマンドの後に書きますが、Y の座標だけはちょっと高めの数字にするのがポイントです。そしてブロックの種類を反復にします。これで矢が降ってくる感が出ましたね。今はボタンでやっているので大丈夫ですが、レバーなど、ずっと信号を出すようなものを使うと、ブロックの種類を反復にした場合、ずっと矢が降り続けて、重くなります。ちなみにサバイバルモードだと、コマンドは実行できますが、コマンドブロックにコマンドの設定はできませんのでご注意ください。いかがでしょうか？最後までご覧いただきありがとうございます。